どうも、全力投資です。5月14日火曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日の動画でも後半は私の持ち株で決算を発表した銘柄がありましたので、持ち株の決算を紹介していきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていきますが、本日日経平均は久しぶりの要線となっていまして、小幅ではあるんですけれども、しっかり上昇した一日になっています。 日経平均日中の値、ね、動きを見ていきますが、前場に関しては寄り付き直後結構調子良かったんですけれども、前引け間際にマイナス圏に沈んだ後、5場よりもマイナス圏でスタートして、5場はじりじりとプラス圏に戻すような動きになっていますので、日経平均今日は方向感のない一日だったかと思います。そんな結果、5月14日の日経平均は昨日に比べてプラス0.46%値上がり幅で176円、終わり値で38,356円となっています。 次にトピックスを見ていきますが、トピックスに関しても似たような値動きですね。前引け直後は結構強かったんですけれども、やっぱり5番に関しては、昨日の終値を挟んでの値動きとなっていますので、日本株本日は全体的に方向感のない値動きだったかと思います。そんな結果、5月14日のトピックスは昨日に比べてプラス0.25%、値上がり幅で6.87ポイント、終値で2730ポイントとなっています。 トピックス、日経平均ともにだいぶ日柄調整が進んできましたので、もうそろそろ上に向かっていくような力強い値動きには期待したいと思います。 ということで、日本株本日はなんだかんだしっかりした値動きだったんですけれども、そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券に保有している金融資産額、5月14日は昨日に比べてマイナス29万4807円となっていまして、証券口座内の資産合計額で3780万8388円となっています。ということで、私の日本株のポートフォリオ、今日は結構値下がりしたんですよね。はい、ということで私の個別株の状況を見ていくんですけれども、今日は値下がり銘柄で、値下がり率の大きなところを見ていこうかなと思うんす。 思うんですけれども、コムシス昨日決算を発表していました。けれども、今日は大幅安となっています。あと、直近でかなり値、ね、動きが強かった代打なんですけれども、今日は一服といったところですね。マイナス90円となっています。 で、その次、本日も大きく値下がりしていたのが J タワーになるんですけれども、マイナス393円ということで、株価も2000円割れるか割れないかぐらいのところまで下がってきたんですけれども、含み損もマイナス14万円ほど出てきていますので、この銘柄なかなか辛いですね。なんですけれども、この先の業績に関しては、まだまだ期待できるかなと思いますので、今はね、相場全体の流れがこういった銘柄にはあんまり資金が入ってこないような、そういった流れになっているんですけれども、目先の値動きに一気せず、しっかりと先を見据えて握っていきたいと思ってます。 はい。で、その次、DMG 森製機ですけれども、こちらもマイナス142円となっていまして、DMG 森製機も今日は一服といったところです。で、半導体関連銘柄ですが、東京精密ですね、本日はマイナス405円となっていまして、昨日大幅高となっていましたけれども、本日反対に大幅安となっています。で、その次、本日一番値下がり率が大きかったのがバルカーですね、マイナス700円となっているんですけれども、本日ストップ安といったところですね。週末から月曜日にかけて J タワーが2日連続でストップ安をつけたんですけれども、本日はバルカーがストップ安 とということで持ち株の中でストップ安3日連続で出てきていますのでなかなか厳しいですね。あとは金融関連の銘柄に関しても本日は値、ね、動き比較的弱かったかなと思います。 で、KDDI に関しても本日はマイナス62円ということで、決算の内容は結構交換されていたんですけれども、本日は一服といったところです。ということで、持ち株の中でも値下がり率がかなり大きなところが複数社ありましたので、今日はポートフォリオ全体的にも売られた銘柄非常に多かったわけなんですけれども、そんな結果、楽天証券で保有している金融資産額3780万8388円となっています。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、5月14日終了時点で4267万158円となっています。4300万円台なかなか遠いですね。一番高いところからだとたい100万円ぐらい下がったところにありますので、日本株もう少し元気が出てくれれば、4300万円台もしっかり乗せてくるかなと思うんですけれども、なかなか厳しい日々が続いている状況になっています。 はい。ということで、私の持っている日本株のポートフォリオ、今日は指数に反して大幅安となったんですけれども、ここ直近私の日本株のポートフォリオは指数に対して結構強い値動きをしていましたので、今日はその反動を減といったところです。ということで、本日はなかなか厳しい一日だったわけなんですけれども、動画の後半ここからは私の持ち株で決算を発表した銘柄を2つほど紹介していきたいと思います。 ということで、まず1銘柄目なんですけれども、コプロホールディングスですね。こちらの銘柄結構成長率エグいんですよ。2024年3月期の本決算、本日の引け後に発表したんですけれども、まず売上高ですね。こちらが240億円となっていまして、2023年3月期から比べればプラス28%となっていますので、昨年1年間は売上高大きく伸びた1年となっています。 その次、営業利益ですが、こちらが21億円となっていまして、営業利益に関してもプラス62%ですね。経常利益に至っては22億円プラス67%となっていまして、最終利益はプラス69%となっていますので、コプロホールディングス、昨年はめちゃくちゃ成長した1年となっています。 はい。で、業績何が良かったんですかっていうところなんですけれども、こちらの銘柄技術者派遣の会社となっていまして、まず技術者の人数なんですけれども、こちらが3929人となっていまして、前期から比べるとプラス30%、技術者の方大幅に伸びているんですよね。そんな結果、売上高に関してはプラス28%ということで、これさっきもお伝えした通りなんですけれども、派遣している技術者の方が伸びた分だけ、売上高に関しても大きく伸びた結果となっています。 はい。で、もう少し細かく見ていくんですけれども、全体的な売上高に関してはさっきもお伝えした通りなんですけれども、売上減価に関しては2023年3月期からほとんど変わらず71、71%から72%ぐらいといったところなんですけれども、売上高に対して販管比の割合が結構減ってきているんですよね。なので、売上総利益が伸びている一方で、販管比がそこまで増えていないという状況ですので、営業利益に関しては大きく成長している状況となっています。 市販機の連結業績で見てもこんな感じですね。めちゃくちゃ伸びてますね。ということで、絶好調のコプロホールディングスなんですけれども、2025年3月期の業績予想、まず売上高で言うと、今年は300億円を目指す予定となっていまして、こちらが前期に対してプラス24%ですね。営業利益に関しては27億円、こちらもプラス26%となっているんですけれども、経常利益、最終利益に関しても、だいたい20%ほどの成長をするということで、会社側は発表していますので、引き続き今期も好調な業績の伸びが期待できるのかなと思っています。 技術者に関しても5,168名ということで今期は前期に対してプラス31.5%を見込んでいるということですので当然発見する人数が増えれば増えるほど売上高も伸びていくということになりますからまだまだ引き続き好調な業績の伸びは期待できるんじゃないかなと思ってます。 そんな結果、コプロは今期の1株配当金増配を発表していまして、前期1株あたりの配当金50円だったんですけれども、今期に関しては1株あたり60円を予定しているということですので、配当成功も65.2%まで高まってきているんですけれども、しっかりと株主還元も意識している会社なのかなと思ってます。ということで、コプロホールディングスは直近で業績がめちゃくちゃ伸びている銘柄となりますので、もちろん今後配当金がどんどん増えていくことも期待しているんですけれども、引き続き好調な株価にも期待をしたいと思います。 はい。次に見ていく銘柄ですけれども、東洋タイヤですね。こちらは本決算が2024年12月期となりますので、その第1クォーターの決算を今回発表したんですけれども、この銘柄も結構エグいんですよ。ということで、第1半期終了時点での業績なんですけれども、売上高に関しては1275億円となっていまして、前期から比べればマイナス1.2%、売上高若干減っているんですけれども、営業利益に関してはなんと驚愕の78%増ですね。259億円となっています。経常利益に関しては318億円、 前期に比べてプラス101%ですね最終利益に関しても111%となっていますので、売上高は若干減らしながらも、利益面に関しては大体2倍ほど叩き出してきている、そんな状況になっています。 で、何が業績そんなにいいんですかっていうところなんですけれども、北米とかヨーロッパの市場に関しては、売上高はそこまで好調ではないんですけれども、利益率が改善してきているということですね。おそらく利益率の高い商品なんかがよく伸びているということだろうと思うんですけれども、一方で日本市場に関しては売上高大きく下回っているということですので、タイヤ事業に関しては今海外がかなり好調な状況となっています。 自動車部品に関しては売上高は若干マイナスとなっているんですけれども営業利益に関しては314億円ということですのでこちらに関しては利益面なかなか確保が厳しい状況となっていますなんですけれども前期に関しては営業損失を出していたところから今期に関しては営業利益を出していますので自動車部品に関してもしっかりと回復をしてきているのかなと思っていますそんな結果今回の決算はまだ第1クォーターということで増配のアナウンスも業績の情報修正も発表されなかったんですけれどもこのペースでいけばね今期はかなり業績期待できるかなと思いますので 第2クォーター第3クォーターに向けては増配とか業績の情報修正を期待したいと思います。 あともう一銘柄だけ今回見ておこうかなと思うんですけれどもこちらも2024年12月期の第1クォーターの決算を場中に発表した銘柄クラレなんですけれどもクラレも第1クォーター終了時点ということで1年の4分の1が終わっての状況になりますが売上高は前期から比べればプラス3.9%一方で営業利益がプラス35%ということで今期はクラレかなり業績が回復してきているんですよね最終利益に至っては前期から比べればプラス165%となっていますのでクラレも今期第1クォーターはかなり好調ということで 決算を出しています はい。で、こちらの銘柄最後に紹介しておこうと思った理由が、今回第1クォーター終了時点ではあるんですけれども、業績の情報修正を出しているんですよね。ということで、第2四半期終了時点での業績なんですけれども、売上高に関しては前回の発表からプラス2.5%ということで、微増といったところなんですけれども、営業利益に関してはプラス5%、経常利益がプラス5.4%、最終利益に関してはプラス8.7%ということで、今回第1クォーター終了時点での業績の情報修正ということを考えれば、利益面に関してはかなり大きく情報 修正を発表しててくれたかなと思ってますそれに伴って通期の業績見通しに関しても同じ金額だけ業績の情報修正を発表しているということになりますので今回の発表ではクラレからは増配はアナウンスされていないんですけれども第2四半期の決算ぐらいではね多分一回増配発表してくるかなと思いますのでクラレもこの先好調な業績には期待をしていきたいと思います。 ということで、いよいよ決算も明日ぐらいから最終戦に入っていくんですけれども、明日は確か三菱 UFJ とかが決算を発表してきたかなと思うんですけれども、残っている銘柄は金融セクターが多いかなと思いますので、金融セクターはね、今期多分業績好調なんじゃないかなと思いますので、今日は私の日本株のポートフォリオ大きくマイナスとなっているんですけれども、明日以降はまた力強い値動きに期待をしていきたいと思います。以上。